彼氏が嫉妬してファン活動ができません。彼氏が私が呂布カルマさんに夢中なことに対して嫉妬しています、はい、ライブに行きたくても止められます。今はそれでも無理やり言っていますが、このままでは続かないと思います。どのように説得すべきでしょうか、という相談です、うん、じゃあ呂布さんからお願いします。これね、俺のファンだから、あのそんな彼氏とは別れなさいと言うけど、まあ、俺じゃなかったとして、うんうんうん、俺じゃない B ボーイ、俺じゃないラッパーにその彼女が夢中になってて、うん、彼氏が止めるのは、まあ、それは当たり前で、うんうんうん、そのね、なんで止めるんですか。実際のところは、うんうん、実際のところはどうかっていうのは置いといて、うんうん、そのクラブに行き慣れてない彼氏からしたらさ、うんうんうん、距離も近いしさ、ラッパーとファンって麻薬を勧められたりトイレで変なことされたりしてしまうんじゃないかみたいなさ、うんうんうん、実際されるんですか。されてる人もいるだろうから。めっちゃいいじゃないですかそれはね、彼氏だったら嫌だと思うよ。なるほど、うん、この人が手満されたりしなければいいんじゃないですか。でも手満されてるかもしれないじゃん。あ、もうすでに俺が手満するようなやつだと思ってる可能性もあるからさ。なるほどなるほど。え、どう説得するんですか。じゃあ、いや、でも実際にそのクラブに来てる女の子がクラブに来なくなるタイミングっていうのは彼氏ができてるタイミング で、うん、で彼氏と別れたらまた遊びに来るようになるから、みんな、うん、まあ、そういうことなんだと思うけどね。やっぱ彼氏がいる間は、逆だったらね、彼氏が AV 女優とかの握手会に足しげく通ってるみたいな感じだったら嫌だと思うんだよね、この人も。どうかな、ハグショップ行ってる彼氏がハグショップ行ってたら嫌じゃない、彼女としたら自分以外のハグショップ行ってたら嫌じゃない、牛島さん彼氏が。そうですね、っていうか何金払って接触もと思ってんだよって、イラッとするかもしれない、ね、家で見る作品を享受するだけでいいじゃんって。聞くなとは言わんけどさ、ライブは楽しいから、うん、でもライブに行くのとイコールアーティストと会えるは、うん、私の中ではそんなにイコールじゃなかったんで、うん、こんな心配するのがちょっとよく分かんなかったですけど、でもラッパーの人とファンが距離が近いことはもう周知の事実なのであれば、うん、心配するのも分からなくもないですね、うん、でもアイドルの時はその物理的に並んで買って並んで握手する程度しかできないのをなんとなく知ってるから、うん、その不安になるというよりもそんなことに金使ってんじゃねえよっていうムカつきの方が、でもこの人もだからその実際に俺とその彼女がどうこうっていうのとこまで想定してるのか、この嫉妬って書いてあるからただの嫉妬かもしれないけど、うん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 、まあ、嫉妬はそれはするよね、異性のアーティストだったら。なるほどな、あ、難しい。私は止められたくないですね、別にセックスするわけでもないのにそんな言われたくないみたいな、うん、セックスしなかったとしてもじゃない、はあ、どこ許せない基準を相手に決めてもらったらいいんじゃないですか。どこまでしたら嫌だかって。いや、だから行かないでほしいってことでしょ、家で CD 聴くだけだったらいいけど、うんうん、現場に会いに行くなっていうことだと思う。彼氏と別れちゃいねえよ。それはわかるけどね、俺も。え、そうなんですか。いや、わかるよ。嫌だもん、俺のもし彼女がビジュアル系のバンドの追っかけとかしてたら。土屋チカラさんの追っかけしてたら、彼女が、うん、土屋さんはさ、俺距離が近いから目の前で論破されちゃったっつって言ってニコニコしてきたら俺が言ってないところにまで行ってたら言うかもしれない、ね。まあ可愛いけどね、彼氏も嫉妬してるぐらい。まあ、あの本人が、呂布カルマ本人が心配ないって言ってたよって彼氏に言ってあげるといいかもしれないけど、にっこり相談室にそんな質問したっていうこと自体が火種だから難しいね確かに、うん、何書いてもらってんだよって、そうそうお前なんだよ、そんな風に思ってたのかよってなるもんね。
ちょっと解決方法がわからないのですが、うん、どうしようかな。でも私は行きたいなら行った方がいいと思います、うん、なんだかうざい、めんどくさい、まあ、彼氏と一緒に来てよって感じだけどね、俺からしたら。彼氏は全然好きじゃなかったら、そのめっちゃあるでしょ、うん、そのなんとなく好きだとしても自分より彼女の方がさらに熱上げてたらなんか腹立つなってなるだろうしね。一緒に行くのがいいかな、うん、一緒に行ってみたらどうですかね。でもカップルで来てくれる人いるけどね、彼氏彼女で、で彼女が写真撮ってくださいっつって彼氏がシャッター切るみたいなよくありますよ。俺もどういう顔していいか分かんないけど、その時はマジでそうっすね。一応全部同じにしてますよ。私ハグショップになんか男連れてきた女の子とかの彼氏にも同様に全部やって同様に帰ってもらってる。え、ハグショップに彼氏を連れてくる女のファンがいるの？いる。すごいね。さ、してもらいなよ、してもらいなよとか言って、押すとか言って、ありがとうございます。多分その牛島さんにハグされてる時の彼氏の顔とかをギンって見てるだろうね。怖い。さっきいい顔してたじゃんみたいな。結局そうなるみたいな。でも結構あのカップルで来たりして、その男の方に何かしてもらいなよって言ってくる女の子は結構いる。うん、どういう気持ちだったんだろう。今まで気持ちのこと考えたことなかったけど、普通にしてたな。それを置かずに家帰ってからちょっとキャッキャするためのじゃない？何セックススパイスに使われてるってこと？そうそうそう、許せない。いや、牛島さんちょっと筋肉質すぎたからお前の方がよくいいよみたいな。パンチだな。そこまで込みでやってると思う。発達。カップルで来ないでください。そういうことですね。